どうもかげやんです。今日はですね、面白くなるとはということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、ちょっとね、先日ね、あのー、うちの親父がですね、あのー、こう腰痛改善のためのね、エクササイズこういろいろこうやっているんですけども、それをやっていてね、なんか面白いなっていう感想をこう言っていたんですね。 でね、エクササイズをすること、面白いなあと思うってなかなかないというか、あんまりそういう感想って聞かないと思うんですよあれは聞いたな。とか、あれは効果あるな。とか、そういう感想はあってもですね。面白いなっていう感想をこう。 聞くことって少ないかなと思うんですけども何で面白いかな面白いなって感じてるんかなってちょっと考えたらですねやっぱり親父のその腰痛がちょっとそれをすることによって改善したんですねで改善したっていうことはその結果が出たっていうことでいい結果が出たっていうことですでいい結果が出るとですねやっぱ面白く感じることができるんかなというふうに思ったんですねだからそのいろいろ試していった中でですね 自分に合ったその腰痛改善のエクササイズが見つかったことによってですねその腰痛が治ることであることですねそういう結果が出ることがやっぱり嬉しいことであり面白いことであるというふうに感じることができるということですね。だからそそそののの面白くななっったととといいうここはやっぱりそのいろんなことをしてその結果 結果が出ているということなんですね。だから面白く感じているということは、結果が出ているということかな、というふうに、こう、ちょっと思ったんですね。昨日、昨日の親父の感想を聞いてですね。だから、その何かをやってですね、面白く感じれているということはですね、あの。 何かしらのね結果が出てる状態なんじゃないかなというふうに思いました。それとね、えー、その面白く感じるにはですね、えー、ちょっと時間がかかるというかいろんなことをこうやるというか時間をかけてやるというかそういう。 プロセスとといいうかそういうかそことが、えー、関係してくるんでだからそのすぐに面白く感じることはちょっとできないとできないって面白く感じることもできるかもしれないんですけどもその面白く感じれるまでやるというか、えー、そういう気持ちでこう取り組むっていうのもこう大切なんかなと思ったりもしました。 だからそのでね面白く感じれてるっていうのが結果が出てるんでそこまでいってる人っていうのは他のことでもね見てたらやっぱり面白ながりながらやってる人っていうのはやっぱりいろんな結果が出てるんじゃないかなというふうに思います逆に言うともう全然面白くないものはもうねそう感じれないと思ってもうそれがしんどいんやったらもうやめてしまってもいいかなと思ったりもします。ということで今日は。 えー、面白くなるとはということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます